ミュー404最後。はい、皆さんこんにちは、モンです。今回は、こちらですね。はい、新シリーズのグラチャンコレクションが出たということで早速買ってきました。第12弾ですね。今回は結構なかなかラインナップがバージョンアップされてて、 LB ワークスの箱スカにケンメリ、それからマーク2もいいですね。で910ブルーバード、カリーナ HT、 ケンメリフォードはといろいろいいのがあるんですけど、個人的にこの箱スカケンメリマーク2をね狙っていきたいと思います。ということで まず3個買ってみました。はい、ではまあ開けていきましょうか。前回のグラちゃんの時はシークレットが出たんですけど、さすがに今回はそんなことはないだろうということで、はい、まあそうですね、せめてこの3台の中のどれかが当たれば嬉しいんですけどね。さあどうでしょう。うわ、めっちゃミスった。箱の開け方最悪最悪。オッケーオッケーオッケー。いよいよ、まず1箱目に行っていきましょう。あ、これ確か白いフィルムでかぶされられてたよね。じゃあ行きまーす。デレン、おー来たー、箱スカ来やしたねー、来てくださいやしたね。箱スカよかったー、しっかり来ました。よかった。はい、では次、こちら行きましょう。2箱目行きましょう。こちらでれん、おー、ブルーワード、意外なものが来ました。まあ、3種類はさすがにゲットできないってことですね。まあまあまあ、いいでしょう。前回これのシークレットが出たんですよね。ラストですよ、いよいよ。早いな。こちら、おー、まだ見えない。おぉ、ケンメリ来ました。よかったよかった。マーク2の方は来なかったんですけど、まあその代わりケンメリが来たということでちょっと安心しました。はい、よかったね。まあこの2台がリバティウォークなんで結構個人的には熱いですね。まあそうっすね、見ていきましょうか。トリマね、レッツ開封。はい、こちらめちゃくちゃクオリティ高い。すごい。ここからマフラー出てますね。黄色い。こんなホイールです、メッシュの。で、まあ、LB ワークスらしいね。ライトに、ここのね、ホースもあります。オイルクーラーかな。うん、すごいね。で、やっぱこれいいね。リバーティーウォークって書いてあるのいいですね。で、内装ね、黄色いロールバーもあるんですよ、これ。すごいリアルじゃない？ね。で、ナンバーも跳ね上がっちゃってますね。はい、すごい。テールランプもクリアパーツですし。で、色はね、ちょっとブルーではなくて、紫がかったブルーなんですよね。ちょっと光の当て具合でほら、色が変わって見えるような感じです。はい。次です。こちらね。あー、でかかった。ちょっと、ブルーバードですね。これなんだったっけ？ブルーバード ?910 ブルーバードの2ですね。はい、2の方です。まあ、ホイールこんな感じで、これありますけど、もう前回のシークレット結構お腹いっぱいなんですよね。オレンジだったら結構見比べられたと思うんですけど、これめっちゃゴールドですね。やばい、なんか、すごいね。カラーリングが派手すぎますね。でも、マフラーとか細かいですね、ここら辺ね。で、ホイールが、やっぱいいですね。メッシュじゃなくて、こう、なんていうの。こういうホイールね。かなり原型はとどめてないんですけどね。ラスト、こちらね、LB ワークスのケンメリです。これもね、2色あったんですけど、欲しい色が出てくれました。はい。ブルーバードと同じタイプのホイールですかね。うんで、フェンダーもあり。で、これもね、箱スカ同様、ライトがすごい。で、これもホースがあり、オイルクーラーかな？これも、ありますね。結構精密に作られてますね、グリルが。これはハチマキとかないんですけど、リバティウォークとも書かれてないんですけど、これリアがいいね、この のっぺらしてるの。これね、これのね、水色前販売した時1個も買わなかったんですけど、やっぱちょっと欲しさはあったんですけど、これが出てくれて本当良かったですね。ラッキー。ね、
グラチャンコレクションの方で、おー、超びっくりした。グラチャンコレクションの方で、紹介しました。はい。なかなかいいっすね。なかなか良かったね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、皆さんも、運試しで買ってみてください。